2021年9月18日にグランドオープンする、らしいのがグランピスパ瀬戸内、読み方あったのかな、大丈夫かな、グランピスパ瀬戸内でいいのかな、柑橘の島、大島下島に広島県呉市初のドーム型グランピング施設グランピスパ瀬戸内がグランドオープン、株式会社ブッキングリゾートが運営するリゾートグランピング .com では株式会社ラウアーナが広島県呉市豊町豊って書いて豊町かなにオープンするドーム型グランピング施設グランピスパ瀬戸内の予約受付を開始したことをお知らせしますと。まあ、こんな感じね。こんな感じのができるらしいよ。9月18日か。で、コンセプトは、瀬戸内の島の自然と天然温泉を楽しむラグジュアリーグランピングらしいです。グランピングって、基本的にはなんかその、ラグジュアリーなんかキャンプみたいな感じがざっくりグランピングよね。瀬戸内広島レモンやみかんの島、大崎下島、下島、ちょっと待って、これ読み方出るかな、大崎下島収録中に調べるやつな。大崎下島のシーサイドに位置するグランピング施設グランピス、これ振り仮名振っとってほしいな、多分読み方合ってると思うけど、グランピスパ瀬戸内だと思う。グランピスパが英語なんよ、大文字の。は呉市初登場となるドームテントとコテージタイプの2種類合計12棟ご用意しておりますと。12棟246、はあ、当時のあの、え、どういうこと、あの左右のやつもそうってことよね。道挟んで左右に6で中央に6っていうことよね。の2種類か。全てのお部屋に天然温泉露天風呂と広いプライベートガーデンを備えており、島の豊かな自然と瀬戸内の陽気な海を眺めながら陽気なの陽気な海を眺めながらラグジュアリーグランピングをお楽しみいただけますと。ほほー、海を楽しみながらしかも快適にちょっとキャンプっぽい感じも楽しめると。キャンプというか、まあ、グランピングだ、うん、いいよねこの感じね、良いっすよ、快適そうだよね。で、施設概要、ドームテントコテージの選べるお部屋タイプ、ドームテントがいいかな、ドームテントがいいかな、ドームテントいいよね、どうせならドームテントが良くない、別に行くわけで、これがコテージなんだろうね。この素材なんな、ガラスなんかなんなんだろうね。何もないのかな。でテントみたいな感じで、で閉めたらまあテント状になるみたいな、このカーテンっぽいやつを。これ何もないのかな。だから何もなさそうよね。ガラスとかなさそうじゃね。全室天然温泉付きのグランピング施設。ほほー、天然温泉すごいね。ファイヤーピット付きの100平方メートルを超えるプライベートガーデン、プライベートガーデン、あ、夜こんな感じなんだ、プライベートガーデンこんな感じかな、これがプライベートガーデンかな。いやいいな、晴れてたらこれめちゃめちゃ良さそう。ホテル並みに充実したアメニティなんかアウトドアとか好きだけど蚊とか無理ってなる人はこういうのがいいんだろうね。
アウトドア好きだけど蚊とかトイレ汚いの無理みたいなのは、あとお風呂入りたいってなる人は、広島瀬戸内エリアを堪能、グルメバーベキューがお腹すく、島を満喫、グランピングアクティビティ、アクティビティもあるんだ、新型コロナウイルスの対策。だけどまだなんかそのちゃんとしてんだろうね、こうやってこれかイメージ画像かもしれないけど、こんな感じで体温測ったりとか、ドームテントとコテージを選べるお部屋タイプ、これもまあ好みあるだろうしね。グランピスパ瀬戸内では全国のグランピング施設で人気を博している、呉市では初となるドーム型テント、ログハウス風のおしゃれなタイニーハウスを使用した愛犬と泊まることもできるコテージの2タイプをご用意しております。愛犬と泊まれるの嬉しいだろうね。ガーデンコテージの方がこれ、ドッグランコテージ、ドッグランコテージって書いてある。部屋数は6室、うち3室はペット同伴か。なるほど。面積は約20平方メートル、定員4名、ベッド数4台。4人で、泊まることができるということか。全室天然温泉付きのグランピング施設、広島県では初となる全室に天然温泉露天風呂のついたグランピング施設となりますと、滞在中はお好きな時に好きなだけ入れるので、よりゆったりとお過ごしいただけます。浴槽は広めに作っておりますので、家族で入れる仕様になっております。他では体験できない温泉グランピングをお楽しみください。うわ、ラグジュアリーだな。温泉グランピングはラグジュアリーなんよ、そんなものは。ファイヤーピット付きの100平方メートルを超えるプライベートガーデン、ドームテントタイプ、コテージタイプのどちらのタイプにもプライベートガーデンがありますと。100平方メートルを超える広いお庭でアクティブな時間を過ごしいただけます。ファイヤーピットでは火を囲んで談笑やライトスポーツなどが楽しめます。ペット同伴可能なお部屋ではプライベートガーデンをドッグランとしてもご利用いただけますと。だけどなんかちょっと体動かしたりさ、外でなんかいろいろ喋りたいみたいなのもできるんだね。で夜になったら火囲んでね、楽しい話をできるんでしょうな急にどうした急にどうしたできるんでしょうな、よろしいですな。ホテル並みに充実したアメニティ、アウトドアが苦手なお子様、女性でも安心してご利用いただけるよう充実したアメニティをご用意しております。タオルや歯ブラシなど基本的なものももちろんご用意しております。アメニティはシャンプーボディーソープ、コンディショナー、ドライヤー、タオルセット、歯ブラシなど。ほほー、ホテルやん、こんなんホテルやん。広島瀬戸内エリアを堪能、グルメバーベキュー、広島牛や瀬戸内の豊富な海の幸などふんだんに使った豪快グランピングバーベキューメニューを予定しております。あ、そこまだ始まってないからね、予定しておりますらしいです。予定しておりますらしいです。朝食にはホットサンドをメインにサラダなどを予定しておりますと。バーベキューは雨の日でも安心快適に楽しめる専用タイニーハウスで、各棟個別にお楽しみいただけます。このなんかその個別にっていうの割と良さそうじゃない。なんかなんていうかな、コミュニケーション能力が高くて社交的な人はさ、なんかキャンプ場とか行って、でなんかその共同のあるじゃん、なんか水場みたいなところとかの釜みたいな、釜じゃないけどなんかやるとかあるじゃん。あっこでさ、なんか知らない人とかにもどうもとかって言いながらやる、それすら楽しめるんだろうけど、やっぱちょっとなんかそのなんていうかな、内弁慶な人たちはやっぱ自分たちだけで楽しむのが一番楽しくねってなるから、やっぱそういう人たちはそうだね、これはとても嬉しい。それは嬉しいよね、嬉しいだろうな。これがホットサンドだろうな。
こんなもうまそうやな。島を満喫、グランピングアクティビティ、瀬戸内の島ならではのレンタルサイクルで行く島観光や海釣り体験など、この島ならではのアクティビティをご用意しておりますと。また運営会社が工務店ですので、 DIY コーナーを設置し、お子様でも簡単に作業できる工作教室も開催します。ここでしかできない体験をお楽しみください。至れり尽くせりですね。 DIY コーナー、どんなものが作れるんだろう。ちょっと気になるね。コロナウイルスの対策、他のお客様と接触する機会を極力排除した、施設作りを意識しております。お部屋は全室一棟貸し切り型となっており、他のお客様と十分な距離間隔をちょっとこれ5時が多いんだよ。間隔を空けて配置しており、トイレ、食事スペースなど個別で設置しております。室内での接触時はチェックインアウト時のみと極めて接触頻度の低い施設作りを心がけております。また鍵もスマートロックを採用しており、事前に精算を済ませておくとより接触頻度少なくお過ごしいただけます。安心安全な環境で思う存分グランピングをお楽しみください。まあ時期が時期だからね、こういうのに配慮してくれてるのも嬉しいよね。住所は広島県呉市豊町でいいのかな、豊かの町と書いて、大長大長大きいに長い6164、12室あってドームテントが約38平方メートル、コテージが約20平方メートル。ドームテントの方がまあ広いは広いんだろうね。部屋タイプ、ガーデンドームが、定員6名、料金7800円から。ガーデンコテージ、定員4名、8800円から。ドッグランコテージ4名で1万800円から。ドッグランコテージがまあ一番高いのかな。でもまあ犬と一緒に過ごせるのはポイント高いですね。交通アクセスとしては、広島市内から広島呉道路経由で1時間34分、広島高速2号線ルート2に入り、梅田廿日市呉方面、広島呉道路を進んで、国道185号、県道74号、県道355号を経て、豊町大長までお進みくださいと。山陽自動車道高谷インターより東広島呉自動車道路経由で1時間20分、東広島呉道自動車道国道375号、県道334号、国道185号、県道74号、県道355号を呉市、豊町大長までお進みください。まあナビがある人は住所入れて、郵便番号734-0301、広島県呉市豊町大長6164、これ入れるとまあ早いのかな。という感じにっぽいですね。いやでもいいよね、こういうとこ。しかもさ、結構な広さのところに、まあ、12組だ、まあ、どれくらいの、ちょっと写真ではちょっと縮尺がね分かりにくくはあるけど、まあ一個一個がそこそこでかいことを考えると良さそうだよね。広々と使えるし、他コロナ対策もしっかりされてそうだから、まあ、アウトドアにも行きたいけどみたいな人は、まあでも虫とか苦手だしっていう人には良さそうだね。なんか雰囲気だけいいとこ取りみたいな、雰囲気も楽しめるし普通に快適に眠れるしで、なかなか良さそうじゃない。で風呂にも入れるし、でガンガン風呂入れるっていうのはいいよね。思いっきり汗かいても大丈夫ですっていう。しかもそんな高くないね。そんなに高くないのもまたいいんじゃない。アメニティもあるしっていうので、
でいろんな体験ができるっていうのはいいんじゃないでしょうか。まあ、なんかどっか行きたいなっていう人は、2021年9月18日にグランドオープンなんで、まあ、夏休みには間に合わない感じなのかな。夏休み終わってまあ新学期始まって、まあちょっと夏休みが恋しいなってなった頃に、うん、あの時は良かったっつってね、半月前のことを振り返りおる時に行ったらいいんじゃないでしょうか。グランピングって興味あるけど一回も行ったことないんだよね。まあなんか素敵な夜が遅れそうですね誰急に誰。いやでもこういうとこでバーベキュー食ったら絶対うまいよな。しかもなんかこの綺麗な感じいいよね。だからどうしてもキャンプとか、まああんまりこうなんかキャンプとかのさ、なんていうんだろう、ちょっとなんて風呂入れない感じとか、あの辺も別に俺は気にならないから、なんかどちらかというと問題なくキャンプも楽しめる方ではあるからさ、なんかそんなに気にならないけど、なんかまあ快適に越したことはないよねこれはこれでめちゃめちゃありだなと思う、うん。まあ、気になる人は行ってみたらいいんじゃないですか。まあ、このチャンネルね、広島県を中心に、まあ、全国の気になる話題ちょっと取り上げることもあるんで、まあなんか今回みたいな話題が興味ある人はチャンネル登録高評価をしといていただけると嬉しいですね。じゃあ終わります。ありがとうございます。